とやってみますね。日本でいうとですね、次のセクション。ここは、みんなと人造の場所なんですけども、二分音符でハーモニーをつけたものが動いてます。なので、非常にこう歌いやすくなってると思うので、その二分音符を今度はマイナスワン、MP3 を皆さん聞きながら、やってください。ちょっとじゃあやってみましょう。次に行きたいと思います。次はサビですね。譜面でいうところの F というところです。F、ちょっとメロディー吹いてますね。まあ3連の場合、最初の休符、3連の最初の休符をいかに上手に休むかっていうのが一つのコツなんですけども、ここはテンポが速いので、このマイナス1のテンポが速いので、いつもより、皆さんが演奏しているいつもよりも、その目的は何かというと、